バーナード・トミックは、オーストラリアの男子プロテニス選手。ドイツのシュトゥットガルト出身で、ゴールドコーストに在住している。これまでに ATP ツアーでシングルス4勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス17位。身長196センチメートル、体重91キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。両親が、ユーゴスラビア系であることから、 トミッチと呼ばれることも多い。2011年ウィンブルドン選手権ベスト8。トミックはドイツのシュトゥットガルトで生まれ、3歳の時に一家でオーストラリアに移住する。父はクロアチア人で母はボスニア人である。妹のサラモジュニアのテニス選手である。7歳の時から父親の手ほどきでテニスを始める。ジュニア時代から注目を集め、 13歳でイムグとマネジメント契約を結んでいる。15歳で出場した2008年全豪オープン男子、ジュニアシングルスでは決勝で台湾のよう高鹿カバを46、76、60で破り優勝している。15歳3ヶ月での優勝は最年少記録である。2009年全豪オープンに主催者推薦で4、大大会に初出場。1回戦で、 ポティとスタラーチェを7から6、1から6、7から6、7から6で破り初勝利を挙げる。2回戦でジル・ミュラーに6から3、1から6、4から6、2から6で破れた。全米オープンではジュニアの男子シングルスで優勝している。トミックは2011年に躍進した。全豪オープンでは2回戦で第31シードのフェリシアーノ・ロペスを7から6、7から6、 6から3で破り、3回戦で、第1シードのラファエル・ナダルと対戦した。ウィンブルドンでは、予選から勝ち上がり、1回戦で、第29シードのニコライ・ダベデンコを7から5、6から3、7から5、2回戦で、イーゴリ・アンドレーフを4から6、5から7、6から3、6から4、6から1で、3回戦では、第5シードのロービン・セーデリングを6から1、6から4、 7から5で4回戦ではグザビー・マリスを6から1、7から5、6から4で破り18歳でベスト8進出を果たした。予選から勝ち上がった選手が男子シングルスでベスト8に進出するのは11年ぶりの快挙であった。準々決勝では優勝したノバク・ジョコビッチに2から6、6から3、3から6、5から7で破れたが、第2セットを奪う検討を見せた。 この活躍により、ランキングが158位から71位に大幅に上がった。10月の楽天ジャパンオープンにも出場し、1回戦でビクトルトロイ付き、2回戦で伊藤龍馬を破りベスト8に進出した。大会後のランキングでは49位となり、トップ50位入りを果たしている。2012年は開幕戦のブリスベン国際でベスト4に進出。 全豪オープン前哨戦のクルー4クラシックの決勝で、マーディフィッシュを破り優勝した。全豪オープンでは1回戦で、第22シードのフェルナンド・ベルダスコを4から6、6から7、6から4、6から2、7から5で、2回戦で、サムクエリーを3から6、6から3、7から6、6から3で、3回戦は、第13シードのアレクサンドル・ドルゴポロフを4から6、7から6、 7から6、2から6、6から3の逆転で勝利し4回戦に進出した。4回戦では、ロジャー・フェデラーに4から6、2から6、2から6のストレートで敗れた。7月のロンドン五輪で、オリンピックに初出場した。シングルス1回戦で、日本の西濃リケに6から7、6から7で敗れた。2013年1月のシドニー国際で、 トミックは初めてツアー大会の決勝に進出。ケビン・アンダーソンを63、67、63で破り初優勝を果たした。翌年の大会も決勝に進出したが、フアン・マルティンデル・ポトロに36、16で破れ連覇を逃した。2014年7月のコロンビアオープンでは、決勝でディフェンディングチャンピオンのイボカロビッチに勝利し優勝。2015年全仏オープンでのトミック2015年。 全豪オープンでは3年ぶりに4回戦進出。3月の BNP パリバオープンでは3回戦で、第8シードのダビド・フェレールに、4回戦で同胞のタナシコキナキスに勝利し、マスターズ初のベスト8に進出。準々決勝のバクジョコビッチ戦は試合前に棄権した。全仏オープンでは2回戦でコキナキスに敗れた。ウィンブルドンでは3回戦でノバクジョコビッチに敗れた。 ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ。コロンビアオープンでは、決勝でアドリアン・マナリノに勝利し、連覇を果たした。全米オープンでは3回戦に進出し、リシャール・ガスケに敗れた。上海マスターズでは2回戦で第7シードのダビド・フェレールに、3回戦で第11シードのリシャール・ガスケに勝利し、マスターズ2度目のベスト8進出。準々決勝でノバク・ジョコビッチに敗れた。 年間最終ランキングは18位まで上昇した。2016年全豪オープンでは第16シードで出場し、4回戦でアンディ・マリーに敗れた。2月のメキシコオープンで決勝に進出し、500の大会では初めて決勝進出。決勝でドミニクティエムに敗れ、準優勝。マドリードマスターズではマッチポイントを握られると無気力な態度でプレーし、続く、 イタリア国際の初戦ではわずか8分で途中棄権した。ウィンブルドンでは3年ぶりに4回戦に進出したが、リュカプイユに4から6、6から4、6から3、4から6、8から10のフルセットで敗れた。リオゴリンは過密日程を理由に出場を辞退した。8月の新シシナティマスターズでは3回戦で西コリ系に勝利し、ベスト8に進出。準々決勝で、 アンディ・マリーに敗れた。中国オープンのダブルスでは、ジャック・ソックと組決勝に進出したが、決勝では、カレー・ニョブ・スタ・ナダル組に敗れた。年間最終ランキングは26位だった。2017年、全豪オープンは3回戦で、ダニエル・エヴァンスに敗れた。その後は5大会連続で1回戦敗退に終わった。ウィンブルドン1回戦敗退後に飽きてしまったと。 テニスへのモチベーション喪失を告白すると国際テニス連盟にウィンブルドンの賞金を没収されウィンブルドン主催者には1万1600ポンドの罰金を課されヘッドからはスポンサー契約を解除されてしまったしかし発言を後悔していないと述べているその後も全米オープンを含む3大会連続で初戦分けを喫した楽天ジャパンオープンでは 久しぶりに勝利したが、2回戦で敗れた。世界ランキングは140位に急落した。2018年全豪オープンは、ワイルドカードを取られず、予選からの出場となったが、予選決勝で敗れて、本戦出場を逃した。その後、高テレビ局の人気リアリティ番組、i am a m a c e l e b r i t y Get Me Out of Here に出演していたが、わずか3日で脱落し、 すっかり目が覚めたと発言した。2月のリールチャレンジャーに出場した。5月のエクスアンプロバンスチャレンジャーでは決勝進出を果たしたが決勝でジョン・ミルマンに敗れた。全仏オープンは予選突破を果たし本戦に出場したが1回戦敗退だった。ロスマーレングラスコート選手権では予選から本戦準決勝まで勝ち上がったが準決勝でリシャール・ガスケに敗れた。 ウィンブルドンは予選で敗れたがラッキールーザーとして本戦入りし、久しぶりにグランドスラムで初戦突破を果たした。2回戦で西コリ K に敗れた。その後は4大会連続で初戦敗退が続き、全米オープンも予選敗退だった。それでもラファナダルオープンで優勝した。セートオープンでは決勝に進出すると、決勝でファビオ・ホニーニにからから 7から6で勝利し、ツアーでは3年ぶりとなる優勝を収めた。一時243位まで落ちていた世界ランキングは、最終的には84位まで戻した。また、今までウェアとシューズはナイキだったが、2018年から、ウェアは一時期、ラコステ、そして、ミズノになり、シューズもミズノとなった。ラケットはそのままヘッドラジカル仕様である。2019年、 年始のクーヨンクラシックでは、ジャック・ソックや、キリオスに勝利した。グランドスラムは3大会連続で、初戦敗退。ウィンブルドン選手権1回戦、ジョー・ウィルフリード・ツォンガに、大会史上2番目に短いわずか58分で、敗れた試合を無気力プレーと判断され、大会主催者から4万5千ポンドの罰金を課された。これに対しては、対戦相手のツォンガなど、 複数の選手からも反論が出たが、大会運営側は、処分を変えなかった。シーズン通じて7勝15敗と結果を残せず、世界ランクも185位で終えた。気象が荒く、コートの内外でたびたびトラブルを起こしており、同じオーストラリア人選手のニック・キリオスと並んで、問題児とみなされている。2015年には、オーストラリアのテニス協会や、 その役員を務めるパトリック・ラフターを批判したことで、デビスカップのオーストラリア代表から外された、数日後に、米フロリダ州マイアミビーチのホテルでランチキ騒ぎを起こして逮捕されている。2016年のマドリード・マスターズの1回戦では、ファビウホフォニーニとの試合で、マッチポイントを握られた際に、ラケットを上下逆に持ちやからさまに勝負を捨てて敗退。試合後の会見でも悪びれず、 不適された態度を取り、ノバク・ジョコビッチに苦言を呈された。続く、イタリア国際の初戦ではわずか8分で途中棄権した。2017年のウィンブルドンで1回戦敗退後に、テニスに飽きたと発言し、罰金1万5000ドルを課された。またこの発言に激怒した、ラケットメーカーから契約を解除されている。デビスカップで首相を務めるレートン・ヒュイットや、 ゴーテニス協会との関係がこじれており、たびたび攻撃的な発言をしている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2014年全米2回戦の不先輩は通算成績に含まない。ありがとうございます。